探していきたいと思います。アボタテ少年です。北海道にやってきましたということでですね、今回狙っていくターゲットはこちら、日本ザリガニ。日本ザリガニは北海道と東北地方の限られた場所のみ生息しています。体長は約4から7センチメートル程度と、アメリカザリガニと比べて小柄でトゲのない丸みのある体型をしています。見つけたら水槽の方で観察していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれたら嬉しいです。行くぜ。今から、探していきたいと思います。いやマジで水の中でめちゃくちゃ速いなこの辺。だからいろいろねネットで調べたところによると、こういうなんか川の流れが速いところにはあんま日本ザリガニ生息してなくて、こういうちょっとなんか水が淀んだようなところ、こういうところにおるみたいです。なんでこういうところの石の下とかを探していくと、もしかしたらいたりするかもしれへんなっていう。さあどうやろう。いやそれにしてもクマがいそうでめちゃめちゃ怖いな。一回クマ避けしとくか。タキラくん、これ逃げていったでしょ。マジでこういうなんか空洞なところとかで、あっおるやん早速。え嘘でしょ、そんなすぐ見つかることある、やば。えマジで、えおるやんすごいやんこれ。ちょっと待って、これ日本ザリガニか。あ、うち泳ぎ出した泳ぎ出した。うわかわいいかわいい、なにこれ泳ぎ方。逃げられ逃げられ、もうすごいやん、やばい。うん、かわいい。日本ザリガニ、内田ザリガニとの違いはハサミの付け根に白いまだらがないこと、頭部先端部が丸まっており短いこと、体が小さいことが挙げられます。絶滅危機種2類に指定されており、昨年1月に特定第2種国内希少野生動植物種に指定され、販売を目的とする採集が禁止となっています。あ、こっちにもおる、やば、めっちゃおるやん。え、嘘やろ、こっちにもおった普通に。すげえ捕まえてもうた、2匹目やば。日本ザリガニ手乗りサイズやん、かわいすぎるだろこれ。ほぼいそうじゃね。おった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 、ここにでかい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 、今度はやば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 、かわいい、やば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 、おった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 、うわかわいい、爪がかわいすぎるわ、ちっちゃー。あーめちゃめちゃいっぱい取れた、やば、幸せすぎる。こんなにいっぱい日本ザリガニ見えると思わなかった、マジで。そんな本気で探してないんですけど、一区画だけでこんなにの日本ザリガニに会うことができました。はい、ということでですね、今日本ザリガニをね何匹か捕まえることができましたんで、あちらの水槽で入れて観察していきたいと思います。レイアウトは砂利はこの辺の細かい砂利を使って、踏んでメインなんですけど、メインはこういった大きめの石を使ってレイアウトしていきたいと思います。アクセントでこの辺の落ちを使っていきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。日本ザリガニが可愛すぎてアップばっかり撮ってしまいました。水槽の全体像はこんな感じです。うん、普通なレイアウトですね。精進します。日本ザリガニが今後も生息できる環境を守っていけたらなというふうに思います。ということで今回の動画は以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。